サンジを仲間に加えたルフィたちはメリー号と共に姿を消したナミを追って彼女の故郷ココヤシ村を訪れていた。かつて繊細孤児だったナミは元海兵の養母ベルメールによってこの村で大切に育てられた。しかし突然現れた魚人海賊団によって幸福な日常は一変する。魚人海賊団を率いるアーロンは村の人々に上納金を要求し、金を払えなかったベルメールを見せしめに殺害したのである。幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放するという約束を信じ、魚人海賊団の測量士となった。村を救うため一人で戦うことを決意したナミ。以来海に出ては海賊たちから宝を奪い、ついに約束の1億ベリーが目前となるが、もう少しだよベルメールさん、もう少しで何もかも帰ってくる。ココヤシ村もみかん畑も私の夢も。長かったけど1億ベリーまで残りあと700万ベリー。今の私ならあと1回後悔すれば必ず手に入れられるはず。あとたった1回の後悔で全てが返ってくる。全て報われる。アーロンから解放されるんだベルメールさん。そしたら私やっと心の底から笑えそうな気がするよ。アーロン。おお、どうした我らが有能なる測量士よ。血相を変えて。あんたが手を回した海軍が私のお金を奪いに来たわ。どういうことよ。お金の上の約束は死んでも守るんじゃなかったの。守るぜ。俺がいつ約束を破った。とぼけるな。お前が海軍に私の金を。俺が約束をいつ破った。言ってみろ。シャーク。ルフィ、何を。何も知らないくせに。うん、知らねえ。あんたには関係ないから。島から出てけって言ったでしょ。ああ、言われた。ルフィ、助けて。当たり前だ。行くぞ。アーロンってやつ出てこい。なんだあいつ。俺たちじゃかなわねえのか。村の連中がやべえな。まずはあっちを片付けとくか。ナミさんを泣かせるような奴らは一匹残らず下ろしてやるぜ。熱々しい野郎だな。俺は司令塔の役を引き受ける。先方はお前らに任せたからな。あ
体気にすんな。それよりアーロンのところに行かねえと。同胞たちよ、くだらねえ人間どもに巨人がどれだけ優れた種族か教えてやれ。奴ら水路を使って移動してんのか。これじゃ手が出せねえぞ。水中で呼吸もできねえとは哀れな生き物だな。なんちゅう強さ。ナミはかわいそうだと思うし、力を貸して気持ちは山々なんだが、死ぬのはちょっとパスだ。このままトンズラこかせて。みっともねえ。今ここで全力で戦わなかった俺に、あいつらと同じ船に乗る資格なんてあるはずねえ。男ウソップ、逃げるわけにはいかねえんだ。見てろよ、俺は戦うぞ。嘘じゃねえ、本物の勇敢なる海の戦士になるために。もうのんびりと楽しいだけど、快速ごっこは終わったんだ。頼もしいな。実は向こうに水路の水を止めるスイッチがあるんだが。仮想の人間どもに引導を渡してやれ。念のため本の守りを固めておけ。門番を倒して水路のスイッチを壊さねえと。何しに来た？あんた、殺しに。殺しに？シャお前が俺を何度殺そうとした。結果俺を殺せたか。俺はこれからここにいるお前以外の人間を全員ぶち殺すことになるわけだが、お前がまた俺たちの仲間として海図を書くというなら、ここやし村の連中だけは助けてやってもいい。
ナミ、お前は俺の仲間か、それともあの海賊どもの仲間か。そんな、ルフィたちの仲間だといえば全員が殺されて、アーロンの仲間だといえばみんな助かる。私の一言でみんなが、でも私は助けてくれると言ったあいつらの言葉を疑いたくない。ごめんみんな、私と一緒に死んで。足場は固まったな。ぼちぼちアーロンをぶっ飛ばしに行こうぜ。ベルメールがナッチャンをかばって死んでから8年、ついにここまで来た。アーロン、ナッチャンは俺たちを救うためにずっと一人で戦ってきたんだ。これ以上背負わせることはできない。村人全員、いつでも戦う覚悟はあったんだ。やるぞ。おお、今度は俺たちがなっちゃんのために戦うんだ。勝てなくても俺たちの意地を見せてやる。見てて、ベルネルさん、私必ず村のみんなを自由にしてみせるから。流れ星、ここの水路はスイッチが3つあるの。全部壊さないと中には入れないわよ。俺たちが敵をザコどもを食い止める。その間に何とかしろ。流れ星、それ敵をぶち殺せ。流れ星、とっておわざわざ流れ星。まずスイッチがある場所の門を開けなきゃ。わかった、任せろ。Yeah!
とこには行かせねえぞ。ってのはどいつだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうかルフィ、てめえは何だ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体。うちの航海士を泣かすなよ。やっと流れます。俺はお前をぶっ飛ばしに来たんだ。助けを。わかった、任せろ。おざけ、加藤氏族。俺とてめえらと生まれた瞬間からすでに次元が違うんだよ。さっきの日の当て日の流れます。さっきの日流れます。もういい、モザイクはなしだ。流れます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 。バカで非力で愚かな種族が人間だ。てめえに何ができる。何もできねえから助けてもらうんだ。俺は剣術を使えねえ、航海術も持ってねえし、料理も作れねえし、嘘もつけねえ。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。シャーてめえの不甲斐なさを全面肯定とは歯切れのいい男だ。てめえみてえな無能な男を船長に持つ仲間たちはさぞ迷惑してるんだろう。そんなプライドもクソもねえてめえが一線の船長の器か。てめえに一体何ができる。お前に勝てる。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ潰してやる。すり乗るな。たかだかてめえらごときに落とせるアーロンパークじゃねえぞ。やっと。Yeah!
とあいつを助ける方法が分かった。こんな部屋があるからいけねえんだ。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。次乗るなんで加藤種族だ。ゴムゴムの炎。うわっ、うわっ、3!